よし。今日は岡山のとある山にやってきたんですけど、昔この先になんかお屋敷があったみたいなんですよね。山道、登山道か。よっしゃ、昔のお墓があります。本当に立派なお墓があります。相当身分の高い人がこの辺にいたのかもしれないです。あのお城の殿様のお墓のような、ね、感じです。すっごいです。江戸時代ぐらいのあれですね。書いてないな。歓迎かなんかちょっと分からないですけど、多分ここだったと思うんですけど、立派な屋敷がここにありました。お、
もうあの中まであの木というか下にね、下から木がもう生えて、そうすごいことになってます。でこの上も屋根瓦だったんでしょうね。この下に屋根瓦落ちてます。畳あのマップでは相当でかい屋敷がありました。やばいな。これも大きい屋敷でしょうね。あの下に全部もう落ちてます。これはあの農機具ですね。タンス。このやっぱ上がねかなり大きな木というかまあ立派な木一本長々としてます。ああなるほどね。あの先ほど木みたいなのが下から生えてるっていうのは竹ですね。竹がもう突き抜けて上まで行ってますね。まあ、ここがまあ中庭ですごい広い、広かった、広いですよね。見えるかな。あのこの目の前に土壁がねあるんですけども、まあ、ほとんど崩れてますね。だからもう本当に江戸時代とかそういう時代からあるような、まあ、家なのかなと。これですよね。わかりますかね。あの瓦もね。こんな感じです。まあ、まさかね、お寺ではないと思うんですけども、お寺レベルででかい感じです。ここが入り口だったんでしょうか。ここにもね立派な、まあ、石垣があるんで、まあ、もう大きな立派な門構えだったんでしょう。
まあ、おそらくここにも多分小屋みたいな監視所みたいな監視所というか守衛的なあったのかな。でもこのエリアでかなり地位を収めていた人が住んでいたのかなと。立派な家でございました。まあ、ただこの下には墓があるので、でもこの墓より上にあるってことはやっぱ相当レベルの高い位の高い人だったのかなと思いますね。だいたいあの山のかなり上の方にまあお墓があって、その下にまあ家が並ぶような感じがごくごく一般的なあのまあね昔ながらの感じだと思うんですけど、ここはちょっとまた特殊ですね。よし、本当この辺とかも多分家建ってたんでしょうね昔。よし、まあ、今日こんな感じでお届けいたしました。まあ、ちょっと歴史的背景もちょっと考え見ながらの探索でございました。ありがとうございました。チューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。